局長さん、すごい風格でしたね。いかにも悪の組織の大ボスだな。悪の組織ね。誰かさんは上の空よ。妄想管理局などくだらない。秋葉原の平和は我々がいれば十分だ。サキはもう帰ったわよ。サキ君はもうここにはいない。瑞希君と葵君が駅へと送っていった。サキサキ、私たちの名前わからないって。そんな、もう我々とも諸君らともお別れをしなければならないのだ。だからって。落ち着きなさい、朝日。琴美。いいから落ち着きなさい。珍しいな。それでは我々も失礼するとしよう。サキ君の願いを叶えてくれて感謝する。バイバイ。サキの話聞いたわよ。オイラのことも忘れちゃったっち。夢から覚めたんだよ。妄想って何なのでしょうか。なあ、いい加減話せよ。お前、妄想管理局の人間だったんだろう。さすがにもう隠し通せないな。確かに俺は妄想管理局の人間だった。3年前まではな。当時の俺は妄想の可視化デバイスの開発を担当してたんだ。可視化デバイス？一般人でも妄想を妄想だと見分けられるアイテムだ。ま、完成には至らなかったけどな。あの頃の俺は仕事っていう妄想に取りつかれてた。毎日必死に働いてたよ。だったらなんで辞めたんだよ。単純な話さ。嫌になった。たったそれだけだ。はあ？お前らも働くようになったらわかるさ。大人にだって嫌になることがあるんだよ。どうだ？これで俺の正体は理解したか？納得いかねえ。探し人は東条真理さんなんですよね。もう見つかったのに、どうしてリュウたちと一緒に？俺は答えを探してる。だからまだ見つかっちゃいないんだよ。意味わかんねえ。いつかわかる日が来るさ。さ、俺の話はここまでだ。さっきから一言も発してないやつがいるぜ。だいぶご昇進みたいだな。確かに俺たちはあのジョーちゃんの妄想を壊した。だけどな、俺たちが壊さなくてもいつか管理局に壊されてた。そういう妄想だったんだ。でも壊したのは俺たちだ。だからさっきの記憶は。あの感じ、少し違和感があるな。きっと妄想が壊れたショックのせいだろう。どうやら完全に忘れたわけじゃなさそうだ。まあ、そのうち思い出すだろう。それじゃあ思い出せるのか。何かきっかけがあればな。だけどサキさんにとって思い出すのは幸せなことなのでしょうか。もうサキの妄想はないんだ。バカじゃないの、琴美さん。あいつはあんたを信じたのよ。あんたになら壊されてもいいって。だけど自分の妄想と引き換えに世界を守ろうとしたのよ。だが妄想請負人が存在する。奴が存在する以上、不本意な妄想は侵食し続ける。星野の覚悟が無駄に。もう見てらんないわ。朝日、ちょっとついてきなさい。え、どこに？お城の妄想宮よ。
イベントを起こすっち。でも。メイド喫茶はいかがですか？もしよろしければチラシをどうぞ。毎日毎日ビラ配り大変だな。働くっていうのは職種に関係なく大変だぜ。分かってるって。お前就職する気はないのか？そういう話はやめよう。現実から目をそらすなよ。そういや何歳だったっけ？19歳だ。俺が就職を考え始めてた頃と同じ年だ。今からでも遅くはねえよ。なんだ、意外と人生設計してたんだな。誰だって一度は通る道だろう。俺は素通りしたぞ。だから威張るなって。それじゃあ今日はお前の就職先でも探すか。は？だから就職先だ。日本語でお願いします。働けって言ってんだよ。向いてないと思います。向き不向きじゃねえよ。ずっとこのままでいるつもりじゃねえんだろ？それはそうだけど。人生の先輩からの助言だ。探してみるだけでも面白いと思うぞ。自分のこと見つめ直すいい機会だ。別に今すぐ就職しろってわけじゃない。そこまで言うのなら。それじゃ適当に見て回ろうぜ。いい年した大人の職業見学だ。いらっしゃいませ。ロードトゥードラゴンのグッズ入荷中です。限定品なので数に限りがありますよ。この機会にいかがですか？こういう店はどうだ？確かに興味はあるけど。けどなんだ？ほらよく言うじゃん、好きなものを仕事にするのは良くないって。まあ一理あるな。え？好きなことが仕事になるといろいろと変わっちまうからな。なんだ、ボケたつもりだったのに。なあ、知ってるよ。それじゃ別の仕事の見学でも行こうぜ。ごちゃごちゃした店で働くのはどうだ？ああ、確かに楽しそう。だけど、商品を覚えるの大変そうだよな。んなもん、働いているうちに覚えられるだろ。まあそれもそうか。でもさ、やっぱりこういう店は客だからこそ楽しいんじゃないかな。まあ、そういうこともあるよな。レイジ、仕事なんて始めてみなきゃわかんねえよ。それが辛いか楽しいかな。レイジは管理局で働いてた時楽しかったのか？そうだな、まあ楽しかったっちゃ楽しかった。毎日知らないことを知れた。俺の世界が広がる。それが楽しかったんだ。だけどおかげで知りたくないことまで知っちまったけどな。全部過去形か。最後まで楽しかったら途中でやめるようなことはねえよ。それじゃ最後に UBX でも行くか。セーブポイントって忘れずにしとけって。どうしてここなんだ？ここが
オフィスビルだからだ。オフィスに入れなきゃ職業見学だってできないじゃん。見せたいのはそこじゃねえよ。え？見てみろよ、行き交う人たちを。お前にはどう見える？おお、疲れた顔してる。それだけか？ああ、それだけだ。やっぱり働くって大変なんだな。お前が言うな。だって俺まだ19歳だし。だから言ったろ、俺はもう19歳の時に仕事を考えてたって。まあ余計なお世話だったな。ああそうだ、らしくないことするもんじゃないぞ。それもそうだな。こんな俺でもガキにおせっかい焼く年になっちまったなんてさ。レイジ、それに好きなことを仕事にするとそれはそれで失った時に空っぽになっちまう。それじゃあ今のお前は。さあどうなんだろうな。ま、職業見学はこれにて終了だ。これ以上はお前に話しても無駄だろうしな。無駄とは失礼な。じゃあ続けるか、職業見学。丁重にお断りいたします。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。どうしてここに？届けに行くのよ。え？忘れ物を届けに行くのよ。どういうことでしょうか？いいから行くわよ。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵は2体っち、先制攻撃なら余裕っち。
を発見っち、逃げるなら今っち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。扉を突き破るっち、オイラの前を歩けっち。敵を発見っち。敵は3体っち、先生でも油断されてっち。かかってこいよ、頭だ。いや、これで。まだ知らねえし、この特性は耐性があるっち。残り1体で泥畳みするっち。敵を発見、敵は4体っち、隙を突きまくれっち。楽に、まだ1体撃破っち。何が決まるだろう。逃げるなら、敵がいっぱいっち、オイラを守れっち。おい、どこまで進むつもりだ。そうですよ、琴美さん。先はもうきっといる。あの女のことだから、きっといるはずよ。先がいるっち。あんなに妄想に執着してた女よ、そう簡単に日常に戻れるはずがないわ。だから今のうちに八つ咲きにする。それが私の届けたい忘れ物よ。扉を発見っち、ノックを忘れるなっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。